こんにちは、リッカだよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。面積を求めるんだね。ってことは積分の問題だね。そういうことだよ。イメージとしてはこんな感じだね。色を塗った部分の面積を M で表してね。直線の方が上に来るから、直線の式から放物線の式を引いたものを交点から交点まで定積分すればいいんだよね。うんうん、そうだよ。そしたら計算するね。待って、つむぎちゃん、もしかして解の公式で交点を出そうとしてない？そうだよ。それを定積分の加担と乗担に入れて計算するんじゃないの？それでもできるはずだけど、計算がすっごい大変だよ。うん、確かにこれはやりたくないかも。もっと簡単な別の方法があるから、今回はそっちで解こうね。何？教えて、リッカちゃん。うん、6分の1公式と呼ばれる公式を使うよ。そういえばなんか見たことあるような、ないような。さっきの直線から放物線を引いた式をイコール0の2次方程式に変えてあげて、その解をアルファデータとするとこんな風に式変形できるよね。そしてアルファデータとは2つの交点のことでもあるよね。あ、なんか公式がそのまま使えちゃいそうだね。もしかしてこれでもうこの問題は終了なの？うーん、まだだよ。アルファデータは自分で仮定したものだからね。アルファデータを消して M と数字だけで表すよ。どうすればいいのかな？解と係数の関係を使うよ。係数を比較するんだね。次にベータ引くアルファとアルファ足すベータのそれぞれを2乗してみてね。あ、なんか形が似ているね。そうそう、だからこんな変形ができるよ。そうしてさっきのアルファ足すベータとアルファベータを代入するよ。なんか近づいてきた気がする。そして6分の1公式の3乗のところを無理やり2乗にして代入するよ。そしたらこれが解答だね。なんか変な式変形がいっぱい出てきたね。うん、やり方を知っていないと思いつくのが難しいかもね。頑張って覚えます。それじゃあリッカちゃん、勉強を教えてくれたお礼にアーシの今日のおやつを6分の1だけ分けてあげるよ。え、6分の1？ はい、リンゴだよ。ちょうど6分の1くらい残ってるでしょ。食べかけなの？しかもこれほとんど芯だけだよ。何？嫌なの？せっかくあげるって言ってるのに。いや、ありがとう。食べるよ。